はい、こんにちは、こんばんは、ゼロです。スタッフ2です。さあ、終わって帰るときですね。はい。蜂が。蜂の恐怖です、今日は。もう蜂がすごかった。もうカメラにガンガン当たってます、人たち。これもうおまけ動画なんですが、会議のおまけ動画なんですが、定点見てくれた人たちはわかると思います。すごい蜂の数です。すごい。最初に起こしてしまった。やばかったよね。刺されたらもうとんでもないことあるんで。死んで調査なんですけど、蜂がほんまに危なくて、そっちの恐怖を。違う恐怖が今日ありました。ありました。ああ、帰りながらこうやって喋って。まあ、スタッフ2さんとこういうなんか帰り道の動画とかやっていってるんで。はい、久しぶりな感じで。ここはね、いろんな恐怖があるんです。犬、野犬ですね。今日は行ってなかった。今日は行ってなかった。よかった。あと、この時期は蜂が、おる。カメラもね、新しく買いたいんです。買って。ちょっとね、ゼロ、この個人的な全く動画とは関係ない話なんですが、今日ですね、夕方、自転車やショップ、ミニベロが欲しい。買うかもしれない。わかる。まあ、サフトゥーさんの、ね、結構このチャンネルでは活躍してる。活躍してる。はい。うん、まあ、2年ですね。このチャンネルができて2年。そんなにありますか？はい。2年間やってきました。もう大変な思いもしました。やっぱ楽しいですね、サッカーは。やっぱり。うん、新しいところ行くのもね、ワクワクして。今回は再訪問だったんですが、また新しいところ。まあ、次回、サフトゥーさんって言ったとね、ある、名前はちょっと言えないんですけど、山の方針を、いいはい。いう感じになって、すごい気になるところが何箇所もあって。行ってみたいですね。はい。せめて、いい感じが取れるなんか、2年間で、いろいろありました。このゼロチャンネルが立ち上げて、廃墟の方でね、普通のゼロチャンネルでやってて、そこから、チャンネル分けて、ゼロチャンネル、ゼロの廃墟心霊探索委員会として立ち上げて、一番最初の動画がスタッフ2さんで出てきたのか。一番最初ですか。そこから2年間やってます。動画の方もね、この動画で言うなら200超えたんで、どんどん。通常に。帰りが泣いてますね。いい映画撮れればなと、うん。今回はね、もう関西は結構行き切った部分もあるんですが、いろいろ出ていこうということで、時間がちょっと早く、二人。こういう時には、ね、遠出をして、遠出をして、みたいなとは。ちなみに、このチャンネルの終着点はありません。体が動くから。道はね、もうこうだ。歩きにくい。ここにもね、お地蔵さんとか、少しありますね。ある。中間地点。もう終わりですが。これで、もう終わりですね。これが最後の目印となる石たちとなっております。
さっていこうと思うんですが、いいわけや、またね、いろいろ装備の方もね増やしていこうと思っているので、カメラにしろもう一台増やしていこうかな、今しキャノンで欲しいやつの1時やってくるか、まあこのカメラも使っていくことになりますが、もしかしたらスタッフ通算専用カメラになるかとか、専用カメラもう前1回2人で増やしていくことをやりました、ね、だスタッフカメラを持って、そう、はいはい、それをねどんどんやっていくことを思っているので、今日はね、なぜやらなかったかというと、まあ、ただ単にゼロがカメラを忘れたということだけです。そう、なしというね。そう。いろいろ企画をやっています。嬉しいですね。あれですね、帰りは早いですね。帰りが早いです。すごく星は綺麗なんですよ。星は綺麗。まあもう肌は寒いから夜は。夜は冷えます。うん、散策してても汗が出ない。こういう雑談的な帰り道の撮影なんですが、まあ、おまけと思って見てくれれば最高かな、もちろんかな、今日はね最後にねちょっと少しだけ上がったところにお地蔵さん的なものがなんかあるんですよ。そこにちょっと立ち寄って終わりたいと思います。終わりですね。2年間、いろんなことがありました。どうですか、2年間やってきて。あっという間というか、長かったというか。ねえ。ねえ。まあ、いろんなね、リスナーさんの方たちが応援してくれてるんで、続けてこれたかなと思います。このね、上。この上ですね。はい。いい、左側に、ちょこんと、一個だけ、お地蔵さんがあります。ちなみにね、ちょっと民家近いんで、小声で。半年ぶりぐらいかな、再訪問に行って、
前は迷い編とか、そうなんですが、もう迷うことがないんで、もう一回再訪問来たとき、半年くらい会ってて、ここですかね。ここですね。これですね。これポツンと。すごい不思議な作りしてますけど。ウィドさんと石が入っちゃった。石が入っちゃってる感じなんで。それではですね、このおまけ動画、はい、雑談の方もここで終わりたいと思います。それではゼロとさあ普通でした。またね。またね。